感謝でございます。この動画は徳島競馬の手法を紹介するチャンネルでございます。有利のある穴馬を狙いつし、回収率にこだわった競馬を目的としております。手法の内容がよくわからない方は、再生リスト内にある入門編解説の動画をご確認ください。本日はお知らせがございます。こちらの動画でご紹介させていただいております出馬表チェックの資料関係の無料配布を行いますので、ご希望の方は下記のアドレスまでご連絡くださいませ。本日は良い配置による穴馬予想と、日曜日の東京競馬場の騎手・厩舎の高配置を確認してまいりたいと存じます。1番ヤマニンカルバム、中村厩舎、8レース、11レース、順番の29番で単日花丸となっております。2番、フォーオービスケット、宮崎市、9レース、11レース、うちのプライカブリで被っており、11レース、12レースで表裏の2番で被っております。奥村厩舎、3レース、11レース、表裏の13番で単日花丸となっております。3番は良い配置がありませんので飛ばします。4番、空手、杉原騎手、8レース、11レース、ゼッケンの4番で被っております。5番、エアハンディタ、9レース、10レース、11レース、片方順番の10番で3連続で被っております。6番、ベルトホルン、田村騎手、10レース、11レース、裏の9番で被っており、11レース、12レースで、ゼッケンの6番で被っております。新体厩舎、5レース、11レース、ゼッケンの6番で単日花丸となっております。7番、ラノエアズロック、堀厩舎、10レース、11レース、表裏の7番で単日花丸となっております。8番、トップナイフ、ポン厩舎、こちらはアナザーハイチで、日曜日の京都1レース、日曜日の東京11レース、表裏の7番で連日花丸となっております。9番ローサムパーク、田中厩舎、こちらはアナザーハイチで日曜日の東京11レース、日曜日の新潟12レース、裏の6番で被っております。10番摩天楼スカイ、横山騎手、3レース、11レース、ゼッケンの10番で単日花丸となっております。11番、シックステンス、エメール騎手、10レース、11レース、表裏の11番で被っております。で、2番、ヨーフォーレイク、大道厩舎、こちらはアナザーハイチで日曜日の京都11レース、日曜日の東京11レース、片方順番の12番で被っております。で、3番、オフトレイル、田辺騎手、9レース、11レース、片方順番の13番で被っており、11レース、12レースで1のプライカブリで被っております。14番、エルトン・ワローズ、西村騎手、10レース、11レース、片方順番の15番で被っております。杉山厩舎、こちらはアナザーハイチで、日曜日の京都9レース、日曜日の東京11レース、1のプライカブリで被っております。続きまして、以上の高配置に基づく、中和な穴系の予想してまいりたいと思います。まず1投目、13番、オフトレイル。こちらは田辺騎手で、片方順番の被りとなっておりますので、9レー
ースで様子を見て11レース買うかどうか、じゃあ選択するといいかと思います。2頭目10番、アテンロースカイ。こちらは横山騎手でゼッケンの被りとなっておりますので、3レースで様子を見て11レース買うかどうか、じゃあ選択するといいかと思います。3頭目8番、トップナイフ。こちらは、本厩舎でベスト系のアナザー配置となっておりますので、日曜日の京都1レース確認して、日曜日の東京11レース買うかどうか、で、じゃあ選択するといいかと思います。4投目。6番。ビルトホルン。こちらは、津村騎手で、ベスト系の被りとなっておりますので、9レース確認して11レース買うかどうか、じゃあ選択するといいかと思います。また、新海厩舎で、ゼッケンの単日花丸となっておりますので、5レース確認して11レース買うかどうか、じゃあ選択するといいかと思います。最後、5投目。1番、ヤマニーカルバン。中村厩舎で、循環の単日花丸となっておりますので、8レースで様子を見て11レース買うかどうか、じゃあ選択するといいかと思います。以上、5頭の馬と結ぶ馬として、11番、ピックスセンス。こちらは現在4つで一番人気となっておりますので、先ほど挙げた5頭と絡めて馬券を購入するか、じゃあ選択するといいかと思います。以上でございます。この動画の内容が良かった方は、チャンネル登録、高評価をぜひよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。